今回はサクッとエアコンフィルター交換したいと思います。まずグローブボックスを外します。両サイドに爪があるので、このような感じで外します。奥にエアコンフィルター入ってます。爪を押して横に引っ張れば外れます。1年経ってないですが、約1万キロ走行したのと、もともとついているフィルターが微妙だったので、ボッシュのエアコンフィルターに交換します。エアコンフィルターによって上向き下向き変わってきます。アトレーは18センチ角の、厚さ3センチでした。ボッシュのエアコンフィルター S03 が適応しました。このエアコンフィルターは下向きです。カバーを元通りハメステッカーに交換日時、距離を記入し貼っておきます。あるあるですが、グローブボックスに入れていたはずのものがなくなっている場合は、奥に落ちています。元に戻して終了。